M129 敵弾発射機とは、アメリカ空軍の任務に用いられた航空兵器である。この 40mm 口径の自動式敵弾発射機は、より初期に配備された M75 敵弾発射機から開発されたもので、高所速の 40X53mm 敵弾と、それよりは初速の低い 40X46mm 敵弾の両方を使うことができる。 XM94 システムの一部である M129M129 敵弾発射機は M75 敵弾発射機を再設計したものである。これは反動を軽減し、搭載方法を改善、また毎分発射率を M75 の 225rpm から 400rpm に増強している。M129 はヘリコプターの基地下部に搭載するタイプの M28。 シリーズ並走サブシステムに乗せられ、R-1G、R-1Q、MOD R-1S、また量産型の R-1S コブラで使用された。M129 の他の使用機は以下。スキーマティックオブザ XM28、並走サブシステムの図。R-1 コブラの XM129 敵弾、発射機が含まれる。M129 は、旧式な M75 を、 効果的に再設計したもので、同心円状の作動機構を組み込み、砲画を改良している。M75 の主な問題点はトルクを生み出すことで、これは稼働するドラムの下部に方針が付いていたためである。M129 では、方針がドラムと同心円状に配置され、過度なトルクは根絶された。この兵器の作動機構は M75 とほぼ同じである。 この兵器の往復運動をする方針や作動機構はそのままに残されており、電気で駆動し弾薬がベルト球弾される。他、いくつかの改良点が M129 に加えられた。最も注目すべき点は、高所速的弾と低所速的弾を発射可能にするため追加された特別な球弾トレーである。また電気駆動を。 ハンドクランクによる手動を即座に切り替える機構がある。発射トリガーを解除した際には、強力なブレーキユニットがいつでも発射機の方針を全身位置で停止させられる。ありがとうございます。